足利学校遺跡図書館。足利学校遺跡図書館は、栃木県足利市の史跡足利学校敷地内にある図書館。足利市教育委員会の足利学校事務所が運営する私立の図書館であるが、現在は主に足利学校伝来の古典籍と足利ゆかりの郷土資料及び一般の参考図書のみを所蔵しており、公共図書館というよりは、 専門図書館に近い施設である。蔵書冊数は約3万2000冊。足利学校遺跡図書館は1903年、足利町によって設立され、同年8月1日に開館した。これより以前、足利学校は、廃藩地県の煽りを受けて廃校となり、敷地の東半分は小学校に転用されていたが、西半分は県から地元に返還され、 足利学校の所蔵していた上杉則り以来の貴重な蔵書は足利文庫として保存されていた。足利学校遺跡図書館は足利文庫を引き継ぐとともに栃木県内初の近代的公共図書館として町民に対して図書館サービスを行った。1914年足利町会は大正天皇即位の大典を記念して 足利学校遺跡図書館の本館新築を決議し、木造河原武器平家建て452.95平方メートルの和風洋館建築が足利学校史跡内に建設された。新築なった本館は翌1915年に落成し、以来この建物は太平洋戦争を挟んで1970年代まで足利地域唯一の公共図書館として利用された。 その後、1980年に、栃木県立足利図書館が、足利市有楽町の足利市民会館となりの、設立されたのに伴い、足利市域における公共図書館機能の主軸は、市立の足利学校遺跡図書館から県立の足利図書館に移されることになり、古典籍等特殊コレクションを除く遺跡図書館の蔵書の大半は、足利市から栃木県に帰宅され、 足利図書館に移管された。1990年3月には、足利市の組織改正により、足利学校遺跡図書館の組織が廃止され、公立公共図書館としての足利学校遺跡図書館は87年の歴史を閉じた。同年12月、足利学校跡の東半分にあった、東小学校が移転した後に、足利学校の建物と庭園が復元され、 足利市教育委員会の史跡、足利学校事務所管理課に公開された。史跡足利学校の一部として管理されることになった、足利学校遺跡図書館はその建物自体が建設後80年を経て、1994年に市の指定文化財となり、建物の保存整備が行われた。1995年、足利学校遺跡図書館は新たに一般公開を行い、 現在に至っている。足利学校遺跡図書館の蔵書約3万2千冊は、古書約1万7千冊と、郷土資料約4千冊、そして、日本史関係等の一般の参考図書約1万冊から、なっている。足利学校の旧蔵書を引き継いだ古書は、貴重な総判や室町時代の写本を多く含み、4.77冊が、国宝、8.98冊が重要文化財に、 指定されている。貴重書はマイクロフィルム化されていて、閲覧及び副写も可能であり、一般の古書も事前に許可を得れば閲覧することができる。古書の目録は、長沢菊谷の編により、足利学校遺跡図書館古書分類目録として交換されている。郷土資料は、足利学校の研究所及び参考図書、足利市関係の図書、及び足利在住者、 出身者や足利について書かれた資料を集めた足利文庫などがあり、足利学校や足利市の歴史に関する資料が揃えられている。ありがとうございます。